ルリュール工房の看板表紙にメッキを施す、ルリュール・ルリュールは、主に、フランスで製本、装丁を手作業で行う職人を指す言葉である。また、その工程自体もルリュールと呼ぶことがある。現在、ヨーロッパの製本術の正しい伝統は、主に、フランスやフランス語圏においてのみ受け継がれている。フランスパリ市内でも、今でも、約50件のルリュール製本の工房が、 現存している。多いものでは64もの工程がある。ルリユールも存在する。17世紀末に、活版印刷の発明によって、出版、印刷、製本の境界が曖昧になった状況を背景に、フランス国王のルイ14世が下した、出版、印刷、製本業者は、互いの職分を超えてはならぬという直例により、製本の権利を失った出版。 印刷業者によりカリトジ本を作られるようになった。このカリトジ本や希少本の購入者が、想定や製本を依頼するのが、ルリユール職人である。日本でも、土地よりクミが、ルリユール工房を開くなどして、技術自体は広まってきている。その影響もあって、日本でも、伊藤氏などをはじめとして、数は少ないものの、ルリユール職人自体は存在している。ここでは、 ドリュールがタイトルに使われている本、または内容にドリュールが関係してくる本を取り扱う。ありがとうございます。